どのため人のためになんない音楽は、音楽って言うと遊びだから。ラッパー言いたいことがなくなった時とからが勝負だと思うんですよ。早く行こうぜ俺らが見てた。こんにちは。よろしくお願いします。よいしょ。負け見た生活、その約束した場所で待つ。殺し上げな、聞くのは簡単、聞くのは難関。その約束した場所で待つ。始まりはゼロでもそこにいたはずなのに、プライドを捨てとみなみた羽を飛ばす、ただの役立たせ。いつの間にか忘れた情熱を後に、後悔ができない言葉を送る。俺と君に、俺と君にだから。君によく寝た寝起きの暗いよね。人以上にやらなきゃ起きたのを聞いたりのはずなのに。俺はいつもこの曲を寝る前に聴いてるんですよ。寝る前に聴くとダディがダディのバースで人以上にやらなきゃ置き去りのはずなのにっていうのを聞いた時に、寝る前に本気でやってない日にそれを聴くと寝れないんですよ。うわやってねえダメじゃんみたいな。だからその やった時は全然、ああやったから寝ようみたいな気持ちになるみたいな。一緒に作ろうよみたいな話になって、そしたらムートも心よく、え、じゃ あのリッキー君のトラックとか選んであれしてとか、そういうなんか共同制作っていうか、ムートンこれでやった方がいいんじゃないみたいな、サビもっとこんな感じで歌った方がかっこいいよみたいな。で俺のアルバムにもやっぱここをこうした方がいいっていうか、こうお互いこう助言し合える関係になれるのもやっぱずっと一緒にいたからであって、だからそう、そのなんで一緒にやろうと思ったんですかってなったら、やっぱり一番今ヒップホップやってるなって俺も思ったんで、そこじゃないですかね。自分もやっぱ出所してからこうずっとレコーディングしてたんで、やっぱそれって結構辛いことじゃないですか。よそれにずっといたんで、じゃあ次はじゃあムートンやろうよって、同じことしてみようぜみたいな。ムートンさんはその時なんでずっと一緒にいたんですか。痛くなったというか、俺にないものを持ってるなって思っちゃいましたね。そうですね、はい、直感で生きてる感が超羨ましく感じちゃって、俺もちょっとこれくらい吹っ切ってちょっと行きたいなみたいな感じに、ちょっとそう、ね、俺上から目線じゃないですけど、もっとこうすれば絶対こいつ良くなるのにっていうのがあんま思う人っていないんですよ、ラッパーで。その中でやっぱムートンに一番今それを感じてるっていうか、この人の違う次元に行った音楽を聴きたいなっていうか、うん、すごいその生活がその人が見てないところですごい努力してるんで、結構当たり前のことって人間なかなか当たり前にできなくなってくるっていうか、当たり前にできるまで努力してる感じがすごい共通点だったっていうか、うん、リッキーダディダーティーよりラップしてるやつマジでいないですよ。だって夜12時にその歌舞伎町のヒップホップバーに行って本当にぶっ通しでやってますからね。もうその普通の人が見たらマジでこいつ頭おかしいだろうって絶対思いますよ。福島から東京出てきて人を知って、その人を知ってからその人を聞くようになったのリッキー氏とカンさんだけなんですよ。大体の人申し訳ないんですけど、その人のことを知ると曲ダサく聞こえちゃうんですよ。リアルじゃないんで、叩き上げ感っていうか、みんなやっぱ何かのきっかけがあって、わかります、自分一人だけで分からしてきたっていうのがやっぱ最大に敬意を払ってる理由ですよね。やっぱすごいじゃん、だってムートンだと数々の大会で優勝して、で音源を出して全員をまあ納得させると、はい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 、それって俺がやりたいことだったっすけど、俺はできなかったんで、それ俺ができなかったことやってほしいっていうか、やっぱその覆してほしいっていうかさ、バトルする人たちってやっぱ音源がどうしてもかっこよくない傾向が強いんですよやっぱ、うん、それを多分今回のアルバムで全て覆すと思う。なんか夢を与えられると思うんですよ。今4曲ぐらい撮り終わって、その4曲書いてあるリリック全部一緒にいる時に話してた会話の内容なんですよ。だからなんかそのそうリッキーは本当そうなのよ。はいはいはい、俺らが喋ったことまでリリックになってるみたいな。そう本当にじゃあ日常がリリックになってる。そう周りの人たちの思想が俺大好きで、うん、だから俺結構おしゃべりするの好きなんですよ、うん、みんなと。でもすごいみんなが言ってる言葉一つ一つにすごい意味があるから、あと
ポッと出たスラング的な表現とかもね、うん、サンプリングとか、ああ、そう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 、それ深い深い、はい、なんかラッパー言いたいことがなくなった時からが勝負だと思うんですよ。そっからで、そうだね、俺は一回言いたいことなくなっちゃったんですけど、その言いたいことの作り方を教わったんで、ひねり出す必要もないんですよ。だから人生こう生きなきゃやっぱり言葉すらも生まれないし、思うことも出てこないし、だからその制作期間中は本当一生懸命に生きてる状態、その自分たちが一生懸命生きてることをこの言葉の中に落とし込んで、それを聞いて人々に、なんか俺たちの壁の越え方を教えるっていうか、そういうヒップホップをしたいですよね俺は。で、聞く側もやっぱためになってくれればいいし、で結果最後やっぱ世のため人のためになるような音楽をやっぱ作りたいっていうところにやっぱ行き着いたんで俺たちは、うん、だからみんな面倒くさくなって途中で帰っちゃうんですよ、これ。そういう難しい話、そう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 、やっぱ難しい話をこう分かりやすく伝えるっていうかさ、その自分が持ってる語彙力でその人に伝えるっていう作業って本当に難しいことなんで、それってあの経験以外のもので詰めないじゃないですか、その説得力って。うん、リッキーさんはムートンさんのバトルステージを結構ご覧にはなってる？なるです。音源あんま知らないなみたいな感覚だったんで、うん、でやっぱ俺がアルバム出した時もムートンアルバム出した、多分2018年ぐらいかな。そうっす、俺がファースト出した時に1位2位ってこういたし、いやそういうのでもやっぱ対抗意識あったし、俺もやっぱプリティージョーンズってアルバム出したし、はい、それ以上にやっぱいいアルバム作りたいっていうバイブスになって次を出したわけじゃないですか。その作業をこうムートンと一緒に今やってる感じ。今一緒に作ってるのもリッキーさんがビートを決めて、お前こういうことラップしろよって言って、なんか俺からしたらそのフリースタイルバトルを曲にそのまま完全に持ってきたみたいな感じで、相手リッキーダディダーティーで、リッキーダディダーティーが食らったバースを俺が蹴れれば俺の勝ちみたいな、まあめっちゃ簡単に言うと、人が喰らう言葉をこう吐けるように人生を生きてるから、多分言霊が強くなっていってるんでしょうね、多分言霊を持った言葉をアルバムで出してほしいっていうか。深いな一回タバコ吸いましょうか。Wait for you、早く行こうぜ、俺らが出た場所までそう遠くない。泣くやつ出てくるよ、涙腺崩壊系のアルバム作っちゃうから俺たち。いやそれって人のためになってんじゃん、うん、感慨深いから多分相当感情に感謝だと思うんだよね多分。あ、こういう考えさせてくれてありがたいっていう、はいはいはい、あこいつ必死に頑張ってんなとかさ、なんか俺もやんなきゃみたいな、どこから多分涙腺に来るんだよね。うん、感謝、世のため人のために、やっぱ世のため人のためになんない音楽は、音楽って言うと遊びだから、ただ遊びだよ。まあでもその団長の言ってる世のため人のためは自分のためですよ。それが世のため人のためっていうのを言ってますね団長は。そのだから自分のためではあるんだよ。何言ってんだこいつ、だから何言ってんいう話を聞きたくない、分かっちゃうからさ、俺はなんとかどうたらこうたらとかさ、俺はジャリンジャリンでとかさ、金を持ってどうたらとか、車はどうたらどうたらとかさ、そんな話どうでもいいんだよ、聞きたくもねえって。おめえの自慢かって、彼女にしてくれよって。あっぱれ。違うかな、違う、そうっすよ。お願いします。人には見えないところが努力だったら、開くのは瞳孔とお前との差、人には言えないことが本音だったら、正直者がバカを見て当たり前さ、目には見えないものが真実だったら、身につ
結果に出ちゃってるっていうか、これ、ね、言葉として大会に向かう日は24時間にあらず、気絶した時点でまたの日付変更せい、俺らのルーティンは限界まで、また行き詰まるね、吸い込んだ白線の上、そう穴を塞ぎやったらエリセンジェの目、鼻血垂らしてあっかんベイベー、大人になってったパイセンはクソだせ、腹の内さらけ出したエンターテイメン、また行き詰まるね、吸い込んだ白線の上、アクリルバンケットバッシャケニチーペペエイヤへえ、そのままツーバースいっちゃいなよ、やばいじゃん、いい感じじゃん、バチバチじゃん、お願いします。朝起きたら不安に殺されてたみたいだ、度を越したプライドに殺されてたみたいだ、天使になる悪党を迎えに来た気前ら、あの世に持ってきやるのは思い出くらいだ、いつ死んでもいいように生きてればよかったってここに書いた奴らみんなこの国で死んでいった、締めすぎたネクタイが息の根を止めたんだ、追いかけた日の丸に燃やされてたみたいだ、永田町胸のバッチャー奴られた政治家、悪魔たちに魂を売りさばいたミュージシャン、追っかけたチャリンコも追い越して聞かねえ、ヘイシリ、俺は今日死ぬほどに生きたか、お前だけは孤独すら共にしてたみたいだ、でもなんか誰かに見られてるみたいな、一つの体の中に二人いるみたいな、もう寂しくはないからお別れみたいだ。はい、よいしょ、これ一発でやっちゃうんで、俺たちはそこまでね、練習してる、うん、一発でこうバキッてこう、前からあったみたいにレコーディングする、毎回もう歌詞書く前に喋ってるんで、そう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 、それを書き起こしてるだけなんで、そうそう、それがオリジナルになるっていうか、誰かの真似はもうダメだ、叩き上げじゃない、それは、うん、作り込んでいいっていうものが2つに分かれるんですけど、うんうん、リッキーとかアブトは、うん、そっちの一発目なんだ、一発目、なんだかんだ、うん、ってるサティアンって曲とか、どっちもワンテイクで重ねもかぶせもガヤすら入れてない、本当にラップ一本だけ。全部で何曲になるの？10曲、はい、まあ今月仕上げますけど。いや、でも待ってて楽しい、楽しいで。リッキーさんのアルバムに関しては、このアルバム本気で聴いてるやつらだったら分かると思うんですけど、つうかそのリッキーさんのアルバムはほぼほぼその時のことを歌ってるんで、どこで書いてるかが分かるんですよ、蜘蛛の糸って曲とサティアン以外はもうあからさまに刑務所の中で書いたリリックなんですよ、そう、そのサティアンって曲はリッキーが曲でなんかその人に対して待ってるみたいな使い方をしたのは多分初めてだと思うんですけど、サティアンの曲のバースはその俺が先に行った場所で待ってるから早く来いよ的な言い方なんですよ、だからその曲ごとでいる場所が違うっていうか、お互いがお互いのリスナーだから、この新しいこれからできるもののリスナーっていうか、そういうのでもいいっすね、他の相棒がいい、その曲を解説する、素晴らしいと思います。これこそが音楽家の仕事現場だと思います、ね、うん、俺はね、イントロのやっぱ一番最初がグッバイリッキーだから、っていうか今だから言うんですけど、お互い絶対好きじゃなかったっすよね、うん、好きじゃなかった、そうなんだ、うん、いや、パッと見たらだいぶ意外だけど、まあ俺は全部裏も知ってるっていうか、この二人のあの、なりそめっていうか、